介護の仕事の現実を知りました。こんにちは。先日ですね、介護の、ね、仕事についてちょっとね、知る機会があったんでご紹介したいと思います。今日はその精神的な方のちょっと辛さっていうのをね、少しご紹介したいと思います。私のね、ちょっと教室に来た生徒さんがそういう仕事をされててね、ちょっとお話伺ったんですね。この方がですね、その介護させていただいている高齢の方がですね、なんかすごくいい指輪をつけてきたっていうんですね。で、それがね、食事の後ね、ちょっと見つかんないって言い出してしまったんですね。なんか食事の時外したみたいなんですね、食事しづらくてね。すごくいい指輪で、記念の指輪だから全部調べてくれって言われたんですね。その食堂にあるお盆とかを全部ね見てくれて、もう当然すごい数がある、100とか200とかそんないっぱいあるのにね、職員とかで全員で探したっていうんですね。それでも見つかんないっていうんですね、指輪が。申し訳ございません、ちょっと見つからないんですがって言ったら、その方がね、あ、ごめんなさい、カバンに入ってたわ、軽く言われたんですね。もうすごくその点疲れたっていうんですね。そもそもね、じゃあなんでそんなね、大切な指輪をね、そんな、ね、ところに持ってきたのか、こういう話になりますよね。そこでその介護の職員の人がすごいイケメンだった、だからしてきたんだっていうことなんですね。あーということでね、まあなかなかちょっと力が抜けてきちゃうようなお話ですけどね、こう力仕事的なイメージも私は感じたんですが、やっぱりこういう精神的なところもかなり関連してくるんでね、いや大変だなと思って聞いてました。まあ、そんな風にね、まあ、リラックスできるような内容のヨガをご紹介したんですが、その後ねやっぱりね、こういう風にすごく大変なことがある、これをやっぱりね、多少でも我々が知ってね、フォローしていくっていうのもね、大事なことだと思いました。よかったら参考にしてください。以上で終わります。よかったらこちらからチャンネル登録をよろしくお願いします。